はいどうもシアンです。バーディーコレクション続きからやっていきますよ。前回の続き、なんかあれ別の犯人いるかもみたいな感じで終わったよね。はい、じゃあ乾くんなんか気づいたことあるか。俺か。うん、そうだな、ここにもやはりコンバットがあるんだなと。おい、どうでもいいことばっか言うんじゃねえよ。まあ食堂だから当たり前なんだが、またそれか、気になるの。そうでもなんかね、最初のその殺人現場でコンバットをやたら気にしてたよね。聞いてみよう。ああ、なんとなく違和感が。違和感？まあいい、とりあえず会議スペースに行こう。違和感って何？まずは A、B、2つの会議室から調べようか。はい。ほら、意外とお広いことで。一般的な会議室だ。移動式のホワイトボードが1台と、折りたたみ式の長机と椅子が並べられている。だいたい20人ぐらいの人間が講義を受けられそうだ。A、B どちらかの会議室も間取りや設備に変わりはないように思える。次は物置部屋だな。お、あ、終わり？サクッと終わったね。え、物置部屋なんかありそうだね。ここマントとあのぬいぐるみの頭あるんじゃない。部屋の奥にはたくさんの段ボール箱が置かれており、上から青いビニールシートがかけられている。それらを調べようと近寄ると、ふっ、コトン、小さな音がして、太い棒状の何かが段ボール箱から滑り落ちた。え、ろうを回せるくすんだ肌色、何かをつかみかけたように曲がったまま固まった5本の指。え、マネキン？それは人間の腕だった。はっ、思わず息を飲んだ私の肩を乾くんがつかむ。落ち着け、シュウコ、それは人形の腕だ。え、腕を拾い上げよく見てみると、確かにそれは作り物の腕だった。かなり精巧だね。プラスチックでできたそれの中は空洞になっており、見かけよりも軽い。驚くのも無理はない。爪もついているし、細部までよくできている。暗がりや遠目に見たら人間のものと間違えてしまうだろう。お、なんか出てきた。そう言って乾くんはビニールシートをどけた。同じタイプの人形が段ボール箱の中にこれでもかというほど詰め込まれている。やだな、開けたらもう俺悲鳴あげちゃう。やはりこれは1日目の演習で使われていたものと同じタイプの人形だな。この人形、探偵課ではよく使うんだ。お、なんか出てきた。人形は大きく分けて、頭部、胴体、右腕、左腕、右足、左足の6パーツに分かれている。腕と足については、各関節でも切り離しが可能だ。すごいな。すげえお金かかってるよね、これきっと。私は人形の各パーツを手に取り調べた。各パーツはプラスチックでできているようだったが、胴体だけはゴム製のようだった。また頭部のパーツだけ、他のパーツと肌の色がほんの少しだけ違う。先生もこれなんじゃないの、実はカツラかぶってるだけで。顔も凹凸がなく、のっぺらぼうで一目で人形とわかる。ああ、それは、顔のパーツだけ別の人形のものを使ってるんだそうだ。え？どういうこと？なんでだろう？すまない。え、ちょっとわからないな。あらら、慎吾もわからないか。勘でなんかわかんない？俺が入学した時にはすでにこのような形になっていた。昔はそうじゃなかったのかな？どうだろうな。九条先輩や佐伯先生であれば知っていたかもしれないな。私はさらに段ボール箱の中を調べた。何か出てきた？するとクリアファイルが入った紙が1枚出てきた。クリアファイル。そこにはこの物置部屋に保管してある人形の体数が書かれていた。ああ、これで分かっちゃうじゃん。あれ、人形1個足りなくねって。保管されているはずの人形の数は全部で10体。今ここにある人形は全部で9体。あれ？これはもしや？足りない1体は昨日の演習で使われたものだろう。あら、じゃあ違うのかな。犯人がまだ中にいるだろうことを考えると、地下合宿所のどこかにあるとは思うが。どうだろうか。おっと、運命の分かれ道とか出てきたよ。何これ、失敗しちゃいけない感じ？隠し部屋がある、きっとそこにある。あれは死体じゃなくて人形だったのかも。ここはもう個室、2じゃない？俺もそう思うもん。え、これ失敗したらどうなの？死体が人形？確かにエントランスホールは薄暗いし、あの高さであれば人形であってもわからないかもしれないが。お前はつまり先生が生きていると言いたいのか？うん、そう。死体の一部だけが人形。え、そういうことなの？その体つか腕切り取って、いやでも腕切り取ったら血そこら辺に飛散してるはずだしな。ああ、そうで言ってみよう。確かにあの死体が人形で先生が生きているというのなら話は簡単だ。
先生自身がいわば鍵なのだから、合宿所の外に出て地上から天窓越しに難なく作業ができる。人形のバラバラのパーツなら天窓の格子もくぐることができるし、胴体部分もゴム製だから押し込めるだろう。おっと、これ正解か？いや、だとしてもやはりありえない。なんで？体の部分はそれでよくても、顔の部分はあの人形ではごまかせない。え、マジか。じゃあ違うのか？隠し部屋がある。そこに手がかりがある。いや違うか。個室スペースにきっと手がかりがある。これで行ってみる。じゃあ、そうか、わかった。それじゃあ個室スペースに行こう。みんなの部屋調べていくの。これバッタリ鉢合わせちゃうんじゃん、あの子たちと。滝くんとハルルンと。どの部屋を調べようか。まずは佐伯先生の部屋を見てみよう。犯人が持ち去っていなければ、そこにマスターキーがあるかもしれない。これも多分先に入ってるぜ、滝くんたち。そうだな、わかった。行くの？鍵がかかってるね、残念。そうだな。怖そう。うー、肉体系。へ。おお、稲くんは部屋の扉を蹴破った。壊れた？よし、入ろう。まあ、壊れたならいいか。まあ、子孫の部屋だね。変わらずって感じ。どこの部屋とも。佐伯先生の部屋。間取りは私の部屋と変わりない。ベッドや洗面所などが使われた形跡があるものの、その他に目につくものはない。マスターキーは見当たらないな。うん。鍵だけじゃなく、先生の荷物も見当たらないね。荷物があれば、演習の犯人やトリックが分かったかもしれないが、マスターキーと一緒に犯人が持ち去ったんだろうか、持ってかれちゃったか。だとしたら、演習の犯人と先生を殺した犯人は、やっぱり同一人物。じゃ、やっぱ本当に死んでるのかな。もういい加減死んだってことを受け入れるべきか、シュウヒャン。そういえばこの部屋だけコンバットがないな。え？へ、俺の部屋には置いてあったぞ。シュウコの部屋にはなかったか。覚えてない。そうか、自分の部屋にコンバットあるってちょっとやだな。とにかく他の部屋も見てみよう。ん、誰の部屋を調べる。あ、タキくん。おい、いるんだろお前って。タキくんの部屋を調べよう。どうした、シュウコ、本当にいいんだな。え、何か？どういう意味？マスターキーを持っていない以上、俺たちは扉を壊して中に入るしかない。俺たちが部屋に入ったことはすぐにバレるだろうし、言い逃れもできない。うええ。ただでさえタキは友好的とは言い難い。敵対のきっかけになるようなことはなるべく避けたいが、ちょっとちょっと今更それ言われても、それでも調べるべきだと思う。そうだな、わかった。え、これ俺もしかしてまずった？蹴破ったの？タキ君の部屋。部屋の隅にはボストンバッグ。彼が持ってきた荷物だろうが置かれている。ものだろう。ものが？ん？彼が置かれているものが置かれている？ん？ごめんな、日本語。佐伯先生の部屋とは違って、ここにもコンバットも設置されていた。サイドテーブルには、携帯の充電器と例の、あ、どんな手段を使ってでもまた生き残れ。君には使命がある。と書かれた手紙が置かれている。タキが配られたはずの凶器。確かクロスボウだったか？そう言ってたね。それは見当たらないようだな。え、持ち歩いてるの？そうだね。タキ君自身が持っているのかもしれないけど、リスクを犯した割には大したものは見つからなかったな。これまずい、もしかして。でも落ち込んでいてもしょうがない。他の部屋も調べてみよう。誰の部屋を調べる？結局これ全員の部屋調べられるんじゃないの？私の部屋はちょっとな、男の子入れるのはな、プライベート空間だし。じゃあ九条先輩行こうか。九条先輩の部屋を調べよう。わかった。ばったり鉢合わせないね。やつらも調べてると思ったんだけど。九条先輩の部屋。部屋の隅にはキャリーバッグ。彼が持ってきた荷物だろう。ものが置かれている。ここちょっと日本語がなんか。佐伯先生の部屋とは違って、ここにはコンバットも設置されていた。サイドテーブルには例の。置かれてる？どんな手段を使ってもってやつでしょ。先輩が配られたはずの凶器。確か青酸カリと注射器だったか？それは見当たらないようだな。あららら。ら。そうだね。九条先輩自身が持っているのかもしれないけど、二人して持ち歩いてんだね、じゃあ。リスクを犯した割には、またか。まあ、諦めのは早い。もう少し調べてみよう。ほっとした。シュウコ、ペットの下に何かあるぞ。なんだなんだなんだ。ゴキブリか？これは睡眠薬じゃないだろうか。え？ほんとだ。じゃあ、食事に睡眠薬を入れたのは九条先輩。違う、お茶だ。お茶に入れたんだ、睡眠薬を。その時だった。あ、やべ。お前らそこで何やってんの？あ、九条先輩。これまずいんじゃん。先輩、一人ですか？滝くんは一緒じゃないんですか？質問してるのはこっち。そこで何やってんのかって聞いてるんだけど。
すいません、操作です。どうしようか。なんかちょっと怪しいよね。これでいっといきなり行くとちょっとまるでかもしれないしね。すみません、先輩。部屋を操作させていただきました。勝手に入ったのは謝ります。でも、事件を解決するためには、すべてのものを調べるべきだと思いまして。そして、この瓶を見つけました。中身は睡眠薬のようです。睡眠薬？これに見覚えはありますか？ない。絶対嘘じゃん。って言ったら信じてくれるのか？絶対信じない。はい。信じます。シュウコ、お前いい子か？へ。これだけじゃ証拠としては不十分です。犯人は私たちの部屋に侵入して手紙や凶器を置いている。なんて冷静なんだ。シュウヤンはもう疑っていたぞ。その時にわざと先輩の部屋に置いたのかもしれませんしね。そっか。とりあえず信じてくれたみたいで安心した。部屋を調べたのも別に、状況が状況だし。でもな。ドアは壊すなよ。怒られた。だって乾くん蹴破るしか脳ないんだもの。どうすんだよこれ。俺は今晩どこで寝ればいいんだよ。慎吾の部屋がまだ壊れてないよ。すみません。それで先輩、滝くんは？スルーすんなよ。まあいいけど。翔太とは今は別行動してる。なんだって？離れないでくださいって言いましたよね。怒られた。ごめんごめん、ちょっと訳ありでさ。実は隠し部屋を見つけたんだ。本当にあったの隠し部屋？翔太は今そこを調べてる。隠し部屋？そこに連れて行ってもらえますか？お、連れて行ってもらえた？ここだよ。どこどこ？この壁のこの辺りを叩くと。マジか。壁がくるりと回転して九条先輩の姿が消えた。からくり屋敷だね。もう驚いたな、こんな仕掛けがあったなんて。うん、じゃあ次は私が行くね。気をつけろよ、俺もすぐに行く。大げさだな。私も壁を叩き隠し部屋の中へと入った。何が入ってるかな。うわ、ほこりっぽい。中に入ったその瞬間、腕を強く引かれその場に引き倒される。なに、起き上がろうとした私の額に先輩が突きつけたのはクロスボウだった。なんてこった、先輩犯人だったか。やっぱ動くな。先輩どうして？壁が外側から強く叩かれる音が聞こえる。おそらく乾くんだろう。しかし壁にはいつの間にか棒状のストッパーがかけられてしまっていた。蹴破ってこないのか。あれを外さない限り助けは来ない。どうしてはこっちのセリフだ。なんで先生まで殺した？先生もあの事件に何か関係してるのか。俺が疑われてる？ちょっと待ってください、私は先生を殺してなんかいません。それにあの事件って何ですか？とぼけるな。9年前のあの事件だよ。エスクで起きた連続児童誘拐殺傷事件。9年前？記憶ないからわからんぞ。シュウコは外では乾くんがずっと壁を叩き続けている。このままだとやばいな。来い。話が急展開なんですけど、先輩が私の腕を引いて立たせようとしたその時、知ってた、絶対蹴破ると思ったもん。壁が大きく揺れて乾くんが飛び込んできた。な、二人は揉み合ってそのまま床に転がり込んだ。その拍子に先輩の手からクロスボウが落ちる。やったぜ。くっ。先輩が手を伸ばすよりも早く私がそれを拾い上げる。先輩、何のつもりですか？上から覆いかぶさるようにして先輩を押さえつけながら乾くんが尋ねる。なんでなの？どうした？慎吾、ダメ元でお願いなんだけど、俺を信じて話してもらえないかな。できれば俺もそうしたいですけど、さすがに無理です。滝くんはどうなったの？そうだよな。そう言って笑う先輩の手元で何かが光る。あ、やばいんじゃん、危ない。青酸カリ？あ、撃たれた。クロスボウを撃っていた。ぐー。金属製の矢は先輩の喉を射抜き、彼は低くうめいて動かなくなった。ちょ、なにこれ、どういう状況なの？あ、嘘、殺してしまった。落ち着け。今私がすべきことは、乾くん、そうだ、乾くんは青酸カリを撃たれたのであれば手遅れだろう。それでも私は確かめずにはいられなかった。乾くん、彼の首に手を当てて祈るように脈を探る。嘘、脈が、何？あるのか、睡眠薬打たれただけなんじゃ。どうやら彼は眠っているだけのようだった。青酸カリじゃなかった。その時背後で何か物音がした。振り向くと、あ、そこには滝くんの姿があった。待って、春の死んじゃったの？嘘、滝くん。彼は呼びかけには答えず先輩の死体の横にひざまずいた。
確かめるように彼の首に刺さった矢に触れる。え、冗談でしょ？ねえ、ねえ、ねえってば。え、あんたがやったの？はい。え、胸に突き刺さる冷たいナイフの感触。で、これバッドエンドだよね、絶対。それを感じたのを最後に、私の意識は闇の中に沈んでいった。ちょっと待ってよ、何これ。え、バッドエンドでしょ、これ。ちょっと待って。どこで分岐？ここで分岐したってこと？保管されているはずの人形は全部で10体。今ここにある人形は全部で9体。足りない1体は昨日の演習で使われた。もう、オッケーオッケー。ここでしょ？俺どれ選んだっけ？あれは死体じゃなくて人形だったのかもが違ったってことだよね。隠し部屋がある。きっとそこにある。ここはもういい。個室スペースを調査しよう。1で行ってみるじゃん。はい。まさかこんなサクッと殺人が起きると思わなかった。隠し部屋？なぜそう思う？宿泊用の個室が少なすぎる。ああ、なるほど。それは意外とあるのかもしれない。勘。どうしようか。じゃあ宿泊用の個室が少なすぎるで行ってみる。何室あるんだっけ？ノートでわかるかな？情報が。合宿所。あったあったあった。緑図。あ、少ないね。圧倒的に少ないね。隠し部屋ありそうだね、これ。だっておかしいよね。1,2,3,4,5 って。食堂は広いのに個室だけ異常に少ないよね。あ、じゃあこれは宿泊の個室が少なすぎるで行ってみよう。なるほど。確かに妙かもしれないな。うん。食堂や会議室の設備は20人前後の人間がここを使用することを想定した作りになっているのに、宿泊できる個室は5人分しかない。ね、おかしいよね、これは。いくらなんでも少なすぎる。エントランスホールがあれだけの高さになっていることを考えると、封鎖されている状態があるのかもしれない。あと調べていなかったのは個室スペースだったな。あれ、個室スペース行こうとする？そのあたりを探してみよう。うん。ちょっと待って。え、これまた失敗したんじゃねえの俺。いやでも戻ろうと思ったけど、やっぱ一旦行ってみようか。これで同じ流れだったらね。うん、ダメだったってことで。あ、またコンバット気になってんでしょ。やはり念に置いてあるなと。宿泊用の個室にも置かれていたし。お、ちょっと話変わってる。食堂や個室はまだ分かるんだ。うん、水回りや食べ物がある場所だからな。しかし会議室や物置部屋にまで置かなくてもいいような気がするし。出るから置いたんじゃないの？そうだよな。そんなに気になるなら調べてみる？調べる？いや大丈夫だ。あら、調べないのか。あ、9.5。あれ？ここは前回なかったんじゃね？あったっけ？うん。あ、何？よし、開いた。あ、これ多分正解ルートだ。よかった。やり直さなくてよかった。よし、開いた。簡単だね。それ、犯罪。別にいいんじゃない？緊急事態だし。ハルルンにも教えてあげようか？おしゅやん、教えてほしいかも。探偵たるもの、ピッキングくらい覚えといた方が絶対いいよ。ああ、うん、そのうちな。それより、とっとと終わらせようぜ。へえ、思ったより乗り気じゃん。犯人じゃない証拠が見つかる可能性だってあるだろ。プラス思考。前向きだね。終わり？あ、違うか。特に気になるものはなかったように思えるけど、残念があるべきか喜ぶべきかはわからないけど、ハルルンの言う通りだね。それでもこれはもらっていくけど。え、そう言って翔太は金属バットを手に取った。あ、奪われた俺の武器が。何やってんだよお前。犯人の可能性があるやつに物騒なものを持たせておけないでしょ。ハルルンだってさっき凶器は回収した方がいいって言ってたじゃん。そうだけど、黙って持ち出すのはまずいだろ。ごめんな、黙って扉蹴破っちゃったよさっき。あのね、ハルルン、みんなの命を守るためなんだよ。わかった。なら俺が預かる。マジっすか？はい。俺は 100% 犯人じゃないんだろ。だったら俺がまとめて預かっておく。お前はその、お前のそのクロスボウも、シュウヤン、噛まないで。それならいいだろ。お、ちょっと悩んでるよ。どうした？いや、なんでもない。と思う。ちょっと疑ってるのか。武器をね、集めようとするってのがちょっと怪しいよね。だからなんでもないって。はい、どうぞ。これで満足？バカ、投げんな。たく、なんなんだよ。じゃあ俺はこのバットとクロスボウを隠してくるから。どこに隠すの？ショダ、どうかしたのか？別に。次はシュウコの部屋を調べるんだろう。マジかよ、男たちが女の子の部屋物色すんのか。下着は漁らないでね。俺が戻るまでに鍵開けといてくれよ。うっさいな、言われなくても分かってるって。
どうした？そんなわけないのに、揺らぐなんて俺らしくないよね。疑ってるんだ。やっぱ睡眠薬はでも怪しかったよね。お、悪い、待たせた。遅い。だから悪いって言ってるだろ。ちょっと手間取って。どうした？なにハルルン？気持ち悪い。え？は？なんかこの部屋気持ち悪い。どういうこと？やばい、無理。え、本当に幽霊とかいるとかそういう話なの？ちょ、吐くなら外で。いや、待って、引っ張るなって。本当無理だから。あ、血か。血に反応してるのか、もしかして。ねえ、どこが一番気分悪い？何？この部屋のどのあたりが一番気持ち悪い？ベッド。え？オーケー、ありがとね。いいよ、もうどっかその辺で休んでて。は？意味わからん。何かがあったんだ。あった。え？たまには役に立つもんだね。血液恐怖症っていうのも、そういうことか。だから探偵できないってことで、もうそれダメじゃん。え？翔太の手に握られていたのは血のついた黒いマントとそれに包まれた包丁。そして隠しカメラに映っていたものと同じウサギの被り物。これは証拠になり得るんじゃないの？いや待って、でもシュウコは違う、爆睡してたもん。だからこのハルルンが殺人を犯して、それをシュウコの部屋に隠したんでしょ、きっと。だから乾くんがハルルンに会いに行った時に、なんか具合が悪そうだったってのがね、辻褄が合うよね。はい。さてどうしよっかな。とりあえず写真だけ撮って元に戻しておこうかね。ち、包丁なんで？だって死体は首吊りで。どうした？ああ、そういうことか。ふふふ、ようやくわかった。え、そっか。ってことは先生マジで死んだんだ。本当に？え、ちょっと二人で話進めないで。周囲班にも教えて。生きてると思ってたの？俺は思ってた。そういう可能性もなくはないかなって。あの高さだから顔よく見えなかったし。待て。え、やっぱりまだシュウコが犯人とは限らない。犯人は俺らの部屋に忍び込んで手紙を置いている。あ、シュウコと同じ推理してる。その時にわざとこの血のついた包丁と衣装を置いていった可能性だってある。シュウコに罪を着せるために。残念だけどそれはないね。なんで？まず血のついた包丁。うん。先生の死体は表向きは首吊り死体だと思われている。犯行に包丁が使われているとは普通は考えない。罪を着せるならロープとかの方がよっぽど自然だよね。100歩譲って俺らがこの結論にたどり着くことを犯人が予想していたとしようか。うん。それなら血のついた包丁も罪を着せるためで通るかもしれないね。でもね、たとえ包丁がそれで言い逃れできたとしても、この被り物とマントは絶対におかしい。だってこの衣装は俺が隠しカメラを使ってなかったら誰にも見られることがなかったはずのものなんだから。ん？そうとも言い切れないだろ。お前が盗撮やら盗聴に詳しいことも、実際にちょこちょこ仕掛けてたことも、Eクラスの人間ならみんな知ってる。あ、やべえ、これ絶対ハルルンじゃないの、犯人。だってシュウコは記憶なくしてるんだよ。ますますハルルンの疑いが増えたよね。今回の合宿でお前が部屋にカメラを仕掛けることを予想するのは不可能じゃない？笑わせないでよね。仕掛けるかもしれない。じゃあダメなんだよ。 100% カメラが仕掛けられるという確信がなければ偽の証拠として成り立たない。だけどそんな確信誰にも持てないでしょ。現にハルルンだって俺が演習ごときにカメラ使うなんて思ってなかったじゃん。そうだね、そんな反応してたね。いや、え、お前がカメラを仕掛けることを確信を持って予想できるやつが一人だけいるだろ。シンゴか？だからいないって。あ、お前自身だよ、翔太。お前自身なら自分がカメラを設置してることも当然知ってるだろ。ちょっと待ってくれよ、翔太くんやっぱ犯人なの？え、ちょっとこれで終わるの？何 9.8 ってどんだけ細かくするの？何が言いたいの？あ、ちょっと待って、一旦終わろうか、時間いいとこまで来たし。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録またはコメント評価いただけたらとっても嬉しいです。次回なんか 9.8 とかさらに細かくなったね。犯人翔太くんなのかなって感じ。それではシュヤンでした。またね。